本日はグラビアアイドルで女優の吉岡里帆さんを紹介していきます。吉岡里帆さんは1993年1月15日生まれの30歳、血液型は B 型、身長は 158cm、京都府京都市右京区 A チーム所属、スリーサイズはバスト 82cm、ウエスト 60cm、ヒップ 85cm。特技は書道とアルトサックス。書道は8段で、7歳の時に友人の誘いで始めて、中学、高校と打ち込み、書道家を目指して大学に進学。無類のグミ好きであり、2021年6月に放送された番組、KinKiKids のブンブブーン中で、手探りだけで商品名を当てる、キキグミに挑戦。見事全問正解し、日本グミ協会に入会を果たしている。趣味は猫と遊ぶこと、シンパ感激。生き物は何でも好きで、中でも自身のブログで、私は重度の猫依存症です、と綴るほどの無類の猫好き。うずまさ撮影所の近くに住んでいたという吉岡は、高校3年時。バイト先で人手が足りないからと頼まれたことをきっかけに、滝田洋次郎監督の映画、天地明察にエキストラとして出演。書道家を目指して、京都立花大学、文学部日本語日本文学科、書道コースに進学。鶴も芝居への思いを断つことができず、学生演劇の世界にのめり込む。東京の養成所へ通い始め、21、京都の大学で演劇をしながら、東京の養成所でレッスンを受けるという、京都と東京を往復する生活を送る。費用は、居酒屋や、カフェ、歯科助手、など多い時で、4つのアルバイトを掛け持ちして捻出。事務所入り目指して、養成所から、系列の芸能事務所、チーム、のマネージャーを紹介してもらう。めちゃくちゃ働くから、仕事をください、と社長に直談判して、2012年末に同事務所に所属。2014年7月発売の、週刊プレイボーイ、にてグラビアに進出。同年10月公開の、チャットモンチ、イタチごっこ、のミュージックビデオに出演して注目を集める。2015年2月公開の、マンゴーと赤い車椅子、で映画デビュー。2016年4月、ゆとりですが何か、民放連続ドラマ、初レギュラー出演。2017年、カルテット、で、コンフィデンスアワード、ドラマ賞、ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞を受賞。UR 都市機構、GOGOTOWN、日本コカ・コーラ、あやたか、にごりほのか、日清食品、どん兵衛、資生堂、エリクシール、ルフレ、など大手企業の CM に次々出演。2018年、君が心に住み着いた、で連続ドラマ初主演。2019年、見えない目撃者、で、第43回日本アカデミー賞新人俳優賞。2022年、主演を務めた映画、派遣アニメ、や、太平洋戦争末期の沖縄戦を描いた映画、島守の塔、における演技が評価され、多くの役者賞を受賞した。劇場アニメでは、2017年、名探偵コナン、からくれないのラブレター。2019年、空の青さを知る人よ。2021年、旅行の肉子ちゃん。アイスクリームフィーバー、2023年7月14日公開予定。G メン、2023年8月25日公開予定、も楽しみです。吉岡里帆さんの今後の活躍に期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。